皆さんこんばんは、中田俊樹です。第6回となります You of BNJ、 今年4月コロナ禍の中スタートしました。ブルーノートジャパンの、ね、YouTube チャンネルの最新プログラムとなります。ユニバーシティオブブルーノートジャパン、これを略してですね U of BNJ というんですけども、まあ、ユニバーシティということですね、まあ、大学というか、まあ、講義というかね、そういったこととねつながるんじゃないかと思います。アーティスト本人が音楽や文化に関するさまざまなことをレクチャーしてくれるというですね、他にはない貴重な機会となっています。そして、今回なんですけども LA 在住のジャズミュージシャン、世界の稽古、松井とね私は呼んでるんですけども、松井恵子さんをお迎えして、来月12月ですね、4日金曜日、5日土曜日、この2日間に、ブルーノート東京で行われる公演の見どころ、それからね、恵子さんのこれまでの音楽的な、活動の軌跡、そういったものをねいろいろとお伺いしていき、そして、番組の後半にはですね、この番組をご覧になっている皆様からのね質問に答えるという、チャットを使いました Q&A コーナーも用意しております。かなりね中身の濃い60数分1時間後になるんじゃないかなというふうに思っております。まずはですね、松井恵子さんのね素晴らしい音楽を去年のツアーのねライブ映像を通してまずは簡単にね見ていただきたいと思いますね。そしてその後に恵子さんにねご登場いただこうと思います。それではまずは去年のライブ映像をご覧ください。はい、いかがだったでしょうかね。すごくなんかこう凛々しい、そして迫力のあるっていうね、そういった2つをね、両方兼ね備えている素晴らしいステージだったという感じでございます。これがね、来月ここで12月4日と5日開催されるわけでございますけども、それでは皆様お待たせいたしましたね、本日の主賓ゲスト、もう主役主人公でございます、このね世界の稽古松井さんをお呼びしたいと思います。松井恵子さんどうぞ。どうも、おお、これ、よー、どうも。こんばんは、松井恵子です。はい、good evening or good morning. Thank you for being with us. Thank you so much. ありがとうございます。どうも、よろしくお願いします。今日は。もういきなりなんかこういいテンションで、本当にね、ありがとうございます。聞いてたらお声とイントロデュースを聞いてたら。恵子さんとはね、かれこれ20年ぐらいのお付き合いですけれども、まあ去年の6月こちらでやったライブの時にご挨拶をさせていただいて以来だから、あっという間にもう1年半近くがね。今年はさすがに今までの1年とねちょっと違う1年を過ごしてらっしゃるかと思うんですけど。なんかもう2月以降何もコンサートできなかったので、なんか一瞬にして今日になったみたいな感じでしたけど。まあ東京というか日本にも結構来てらっしゃるんですか。ちょっと来ました ね、 ちょっと長く行って、向こうにもちょっと長く行ってっていう感じでしたけど、ね、今日はだから久しぶりに人間に、人間にじゃないかこうして会話できるのすごい嬉しい。本当に皆さんにもお会いできて嬉しいです、ね、本当そうですよね。恵子さんは最初は僕は、まあ、いわゆる音楽ライターとしてねいろいろ取材をさせていただいて、はい、音楽雑誌にで僕は結構 LA の方にねよく1年に多い時6回行ってたんですよ本当に。それなので恵子さんがね向こうでライブをやるっていう時スケジュールが合えば見に行って、なんかすごい有名なミュージシャンとかがねお客さんで来てたっていうのがね、いろいろでお話をさせていただいたりとかね、そういうのもありましたし、あとねデーブ・コズのクリスマス、ね、来てくださったんですよね。そうなんですよね、2008年の12月にもうね、恵子さんの追っかけのごとくね、LA まで行ってしまいましてね、あれはあれでまたねジョナサン・バトラーとかね素晴らしいミュージシャンがいっぱい出てね、あれは本当今でも僕はね、なんかもう記憶に残ってますね、嬉しいです、はい。といったところでですね、今日は12月に、ここブルーノート東京で行われますライブの見どころ、はい、そして改めて恵子さんのねこれまでの音楽的な、活動の軌跡、そういったものをね、いろいろ振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。そして番組の後半で
お客様からのですね質問に答える Q&A、 そうなんです、ね、We will have Q&A sections Please、yeah. Send a question、yes. English is OK? English is OK OK、yes. とってもいいと思いますね、どんな質問来るのか ね楽しみですね。優しい質問にしてください、はい、といった感じでございますさあ、それではですね、恵子さんというと本当に世界的なミュージシャンの方々とね、いろいろ共演をなさっていて、いろいろありましたね、本当に。なんかこのね、そういった共演したミュージシャンのことをガーって言ってるだけでもあっという間に1時間いや3時間ぐらい経ってしまうんですけれどもね、でもやっぱりそういったのを振り返るとともにその恵子松って本当にすごいんだなとかね、そういうのも出てくると思います。そうですか、はい、そしてはい、その素晴らしいミュージシャン、世界的なミュージシャンの方6人からですね、そうなんですよ、恵子さん宛にビデオメッセージが届いていて、嬉しかったです。それをですね今日この後ね、はい、いろいろご紹介していこうと思うんですけれども、まあ恵子さんが共演した順番でその6人ご紹介していくと、そうですね、ね、そうするとなんかこ う、ね、いろいろ音楽的な奇跡というかね、はい、流れが見えてくるかなという感じで、まずはですね、はい、ベーシストですけれども、そうですね、セッションベーシストとして本当にひょっとしたら世界一の売れっ子、うん、そして、有名グループの一員としても大活躍、はい、そしてここのところ10年ぐらいかな、ソロアーティストとしても、ね、ソロアルバムも出してメキメキと、ね、いろいろ公演をやっているこの素晴らしい方です。ご覧ください。こんにちは、イーストさんです。 Hello everybody and hello Blue Note TokyoI've missed being there so much, and I understand Keiko-san, Keiko Matsui is going to play soon. So Keiko is my dear friend from many, many years ago when she was only a little girl, playing as a student. But we made a record together called Sessions 3, with Vinnie Kaliuta on drums. And I remember then how much I noticed this great, talented,piano player. Now she's become such a great artist and music composer and pianist, and now she will play at Tokyo Blue Note soon. So congratulations, Keiko, and I look forward to coming back to Tokyo as soon as possible because I miss everyone so much. So everybody take care and hope to see you soon. Okay, mata ne. Bye bye.はい、ということでね、ネーザンイーストさん、はい、フォープレイのベーシストとしても大活躍、そしてエリック・クラプトン、フィル・コリンズ、いろいろなねスーパーミュージシャンのベーシストとしても活躍してますけどね、なんかリトルガールの頃から、ね、こんなに小さくないんですけどね、というような話ですけど、はい、そうですね、私高校生の時だったかな、うん、ヤマハのサンプル版のレコーディングをするという企画がありまして、はい、アメリカに渡って、その時に初アメリカレコーディングが、はい、なんとオンドラムス、ビニー・カリュータ、ビニー・カリュータ、そして、オンベース、ネイサン・イーストというこの素晴らしい、すごいですね、世界最強リズムセクションの一つですね彼らが最初のリズムセクションだったんですね、それ以来だからアメリカで本当に一番長く知ってる友人なんですね、それで彼らを、私が稽古祭りとして1枚目のアルバムを作るときに、はい、お招きして私の1枚目を仕上げたんですけれども、そしてまた去年リリースのエコーでも、そうですよね、ちょっと姉さんは違う町にいたんですけど、ビニーには来てもらって、それ以来もう本当にいろんなところで、ビニーとは、インターナショナルジャズデイの、トルコでの、イスタンブールでのショーの時にビニー来てて、ビニーとジェームス・ジュナスがリズムセクションで、私一緒に共演したりとかしたんですけど、もう本当にいろんなところで出会えるようになって、私も嬉しいです。なんか姉さんさんが今セッション3、はい、非売品なんですね、ステレオを買うとついてくるレコード、っていうね、セッション2っていうのがまたね、確か結構ビル・チャンプリンだったかなとか入ってたりとか、いろいろね、結構マニアにとってはすごいね注目のレコードなんですけどね、うん、そうなんですか、そのセッション3に恵子さんが入っていた、セッション3で姉さんが、初めてこうヘッドホンつけて、ウィニーも一緒に歌ってるのがアルバムカバーにちょっと出てるんです、あ、そうでしたね、これ CD にはなってないですね、 CD になってないですね、2人でスキャット始めたんですよ、懐かしいですね、いいですね、姉さんとは、まあね、その後も結構いろいろと、
そうですね、いろんなところでもちろんあのフォープレイとか、ねね、コンサートブルーノート東京である時には私も遊びに来たりしてますけど、うんうん、いろんなところで出会いますね。なんかあの自身でね紹介する時いい人さんですとか言ってなんかいい人って言ってるのかと思ったんですけど、東のハンコを作ってもらって日本で、ね、それをすごい喜んで、ね、日本大好きですね。日本大好きですか、うん、あのでも本当に明るくてね、優しい方、そうですね、でいいお父さんで、うん、もちろん素晴らしいミュージシャンで、友人の輪がどんどん広がるっていう感じの、あそうですね、しかもそのねジャンルの垣根のない人ですからね。そうですね、何をやってもそういえばトトのメンバーとしてもね来てたことありましたし ね、 そうですね、うん、本当に、うん、まあ、姉さんすごいですね、いきなりもう姉さんイスト、姉さんありがとう、はもうリトルガールの頃からのお付き合いということでね、はい、続いてですね、それではどんどん行ってみたいんですけども、こちらの方はですねすごくある意味恵子さんとの共演が意外すぎる人なんですよね。そうですか、うん、だから姉さんだったら例えばね、うん、ジャズミュージシャンという言い方ができるから、うん、ね、あの恵子さんとっていうのが、まあ、全然すごく容易に結びつくんですよね。もちろんそのフォープレイもあるし、でもね次にお送りするこの世界一美しいファルセットの歌い手でもある、うん、この人とね恵子さんがつながってるっていうのは大ファンの方はね常識かもしれないですけど、うん、一般的なファンの方ですらひょっとしたら知らないかもしれない、かもしれない、そんな驚きのシンガーの方からメッセージをいただいています、うん、どうぞご覧ください。I'm sitting here just messing around, doodling on the piano, and thinking about Keiko Matsui. My goodness, my girl, my friend for a long time. I remember us doing a thing back in the day called Night on the Town. We were out with a bunch of people, bunch of fabulous musicians. We got to do that again sometime. But I hear that she's doing some special things in Japan, and I just wanted to give a shout out and say, hey, you guys have a great time. And after all this COVID stuff leaves out of here, we can't wait to get back there and to make some musical love to you. So until then, everybody, enjoy. Keiko, love you much. Yeah. はい、ということで、Earth, Wind and Fire のフィリップ・ベイリーさん、楽しいビデオ、そうですね本当にね、うん、フィリップさんとはどのような流れで共演なさったんですか。多分ねあの頃で言えばコラボレーションの走りだったんじゃないかなと思うんですけど、あるプロモーターがこう企画をしまして、はい、1回目のナイトオンダタウンというのは、はい、ジェームス・イングラム、パティ・オースティンを中心として、はい、アーティストが一つのバンドとしてツアーするという形だったんです。2回目が、うん、フィリップ・ベイリーとチャカ・カーンと、うん、すごいですね、トランペット・ヒューマ・ザケラとジェラルド・オルブライト・サクソンというような感じで、ツアーがありまして、それを機に友人になれたわけですけれども、うん、ちょうどツアーが終わった後に、うん、フィリップからある日電話がかかってきて、はい、でちょうどレコーディングしてたんですね、そしたら僕の曲どこにあるって言われてそんな予算がないんだけどって言っちゃいましたら、友達だろうっていうふうに言われて、じゃあ書いていいのっていうことで一曲書きまして、美しいファルセットで一曲入ってもらったのが、もう6枚目ぐらいのアルバムになるんですけれども、はい、でそれ以来そうですね、まあ、時々お会いする機会があったり、うん、もうちょっと後半のキャリアの頃になったら、はい、グラミーの、うん、グラミーのパーティーに彼が、はい、招待してくれて、でそこでリー・リトナーにも会ったし、あとそうです、奈良田マイケル・ウォルデンさんともそこが最初の出会いで、奈良田ね、その後プロデュースをしてもらう、そうなんです、その時に、ケイコ・マツイ、ビューティフル・ピアノとかって、プロデュース言うって言われたのが最初だったんですけど、まあ、すごい楽しいパーティーに呼んでいただいて、っていうような流れがありますね。なんかすごいですね、もうゴージャスな華やかなもうなんか頭で考えただけでウォーっていう世界ですけどもちょっと素朴な質問させてください。はい、恵子さんがアース・インド・アンド・ファイアを聴いていたという感じは僕はあんまり受けないんですけども、実際のところはどうなんですか。毎回もう LP 出るたびに買ってました意外
意外。いや好きですよ。あそうですか、やっぱりいろんなジャンル、もちろんスティーブン聞いてましたけど、いろんなジャンルを聞いてたので、はい、それでそのツアーではもちろんチャカカーンの曲をやったり、アースの曲をやったりする。そうなんです。それでもうファンタジーとか大好きだった曲をもう一緒になって演奏、そう演奏できたし、あとじゃ あのアンコールで、スペインやろうよみたいなことで、チコリアンスペインをやったりとか、ね、もちろんフィリップ・ベイリーが歌うわけですか。そうですね。パッパラ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 、そういうのもありました。そんな簡単にできてしまうわけですね。そう、皆さんすごいから、ですね。なんか楽しかったです。人柄的にはフィリップ・ベイリーさん、どうでしょう。いやすごい気さくな、あの、やっぱりチャカもそうだったんですけれども、こうアーティストさん、なんか日本だとちょっとなんかこう違うイメージがあるんですけど、アメリカでああやってツアーしてると、本当にこう舞台を降りると普通に普通のおじさんとおばさんで、その頃うちの長女がまだ小さかったんですけども、みんなあのアンクルアントになった感じで、もうなんかすごい優しいですね。優しくて、でもステージ行くと、もうアーティストパワーオーラが炸裂って感じ。ちょっとあの僕の話を一つだけさせてください。聞かせてください。僕ね、フィリップ・ベイリーさんと一緒にご飯食べたことあるんですよ。本当に、たまたま LA に行った時に、ちょっと機会があったんですけど、大勢でね、そういうレコード会社の人のセッティングだったんですけど、隣にしてくれちゃって気遣ってくれて、あんまり喋れませんでしたね。やっぱ緊張しちゃってね。あ、本当に、残念でしたね。いや、気さくな方ですよ、はい、すごい。まあ、あの私の話はいいということで、さあそれでは次に行ってみたいと思いますけど、ね、続いての方は、あ、もうこの方はですね、稽古祭りといえばこの方という、僕の中ではね、それぐらいもうね、こうなんかセットっていう言い方はおかしいんですけど、すごくもうナイスペアというかな、そういう感じでございます。まあ稽古さんのパパみたいな方かな。素晴らしいこのジャズピアニストの方です。どうぞ。Hi, Bob James here. I just want to say hi to my friends in Japan. And I wish I was over there. I know it's been a very challenging time this year. I hope all of you are staying safe and healthy. And I hope to return as early as possible in the year 2021. But I'm especially happy to be able to talk a little bit about my good friend Keiko Matsui. And I believe she's going to be performing there at the Blue Note.I'm kind of jealous. I wish I would be able to join her for some four-hand piano duets. I have very fond memories of the year 2001, where I did a tour of, I believe it was 7 or 8 Japanese cities, playing piano duet music with Keiko. She's phenomenal, and she's a really good friend. And every year we celebrate July 7th, the 7th month, the 7th day, which is called Tanabata.And it brings back memories of this composition, Altair and Vega, the two stars in the constellation that came together once a year. So hi to Keiko and congratulations. I know the Blue Note audience will love it. And I hope to see you all next year.ボブ・ジェームスさん、はい、もうなんかね、連弾のね、ツアーとアルバムもあったり、本当になんか僕の中では、恵子さんといえばボブ・ジェームスさんっていうね。もともと最初の出会いはどんな感じだったんですか。最初の出会いはですね、80年代かな、あのハリウッドボールで、グローバー・ワシントン・ジュニア、はい、フォープレー、そして私というラインナップでコンサートをさせていただいたことがありまして、で楽屋にご挨拶に行ったんですね。はじめましてって言ったら、ケイコ松井 I love your music って言っていただいて、もう私の、私はずっと聴いていたんですよと言ったんですけれども、もうあなたの音楽好きだよって言われて、すごく光栄で嬉しかったんですね。でその後、どのぐらい経ったか分かんないんですけれども、日本に帰っていた時に、フェデックスが届きまして、蓋を開けてみたら、その中に彼がデザインしたアートワークのついた CD と、それから楽譜があって、ケイコ・ボブって書いてあるんです。それでフォーハンドの、ワンピアノフォーハンドの、オルター&ベガって今彼が言ってましたけど、7月7日七夕を記念しての曲が書かれていて、それでえっと思って、それでその CD の中も、
フルバージョンと、それから私がの練習用にマイナスワンの私のパートを除いた分の CD が届いて、それでその彼のダンシング・オン・ザ・ウォーターっていうアルバムにゲストとして呼んでくださって、うんうん、はい、そのもう一人のゲストピアニストがジョー・サンプルだった、うん、すごい、もう光栄ですし、すごいですね、本当にそのレコーディングもまたニューヨークでね、素晴らしい思い出になってるんですけれども、それ以来ですね、それで、そのアルバムができた後に、はい、今度稽古のアルバム稽古は各番でしょって言われて、また一曲私が書いて、うん、その後にだったと思うんですけれども、はい、日本で8カ所ぐらいの、うん、ツアーをしたんですよ、はい、マイクロフォンもなしでピアノ1台、それはまたもう本当スペシャルなツアーだったんですが、それをツアーもして、その後にそのアルバムっていう形でなかったからっていうことで、もっと、もう何年も経ってたんですけれども、そこで、2人のアルバムも作ったりとか、そんな感じで、もう本当長年の、まあ、姉さん、その後面白いんですけど、ボブよりも姉さんの方が長く知ってるんだよみたいな話を楽屋で、何年知ってるんだみたいなそんな話が出たりするぐらいですけど、あのピアノの連弾って今までも結構なさってました？いや、してないんです。でも結構できちゃうもんなんですね。いや、でもすごくあのチャレンジありましたね。やっぱり2人の中で、もちろんボブのアレンジと私もアレンジしたものあるんですけども、フォーエバーフォーエバーっていう私の曲を彼がフォーエバーバリエーションという風に作ってくれて、それにはもうなんかあのドビッシュのような美しいその印象派的なものもあったり、アレンジのね一つとして、それからバルトークのようなセクションがあったりとかで、ある部分はかっちり譜面に書いてあるままを弾くし、あるところはフリーになっていて、でおまけにお互いの上下のパートをこう途中でこう変えるときにはペダルをどこで切り替えるか、でここで引き継ぐところを引き継いでないで、どっちかの足が残ってると踏んでどけるそんなこともあるとか、あとこう 手をクロス、あのクロスさせるとか、すごいあの、まあ、やりがいもあるし楽しいし、それとボブと共演して思ったのが、そのあ彼から言われたんですけど、稽古は防弾チョッキを着ているようだと言われて、どういう意味と言ったら、僕らはジャズのそのボキャブラリーをこう順列組み合わせ変えて弾いてるけど、稽古はその瞬間瞬間をコンポーズ、作曲しているから、こんな強い身はないんだと、で、anything possible だと言われて、いやー、巨匠から言われて、私もね、すごい嬉しかったし、なんかボブとやることで、もちろん私が大好きなボブ・ジェームスの音楽もあるんですけど、なんか接点も見つけたり、自分は自分のこう個性もなんか改めて感じたりとか、本当にもういい経験させていただきました。すごいですね、本当にね、羨ましいですね、本当にもう。さて、それではですね、次の方をご紹介したいんですけども、次の方はですね、まあ、僕的に言わせていただくならば、ミスターブルーノート東京もうとにかくブルーノート東京を愛してくれる人っていう感じでね、本当に僕もね、最初の公演からずっと見ていて楽しい、本当に素晴らしいね、パフォーマンスを見せてくれるこのサックス奏者です。どうぞ。Konnichiwa, Japan. This is Dave Kaz, and I just want to say domo arigato to all the incredible Japanese fans for all your support. And I just want to say congratulations to my tomodachi, the wonderful Keiko Matsui. Keiko-san is a very dear friend of mine. In fact, when she comes on our cruises, which she does very often, she is my cruise wife. I don't have a wife in real life, so she is the best wife. And she's also an incredibly talented person. Not only her piano playing and keyboard playing, but the compositions that Keiko writes, they're so moving. She writes from such a pure, authentic place, and it really has changed the world. So Keiko-san, congratulations to you. Omedetou gozaimasu. And I hope to see you all very soon at the Blue Note Tokyo once we get this COVID-19 under our belts. And I cannot wait to come back to Japan. Arigatou gozaimasu, and I'll see you again very soon. And congratulations again, Keiko Matsui. はい、ということで、デイブ・コーズさんですね。もう、コーズはいいですね、本当にね、当たるって。そうですね。最初の出会いはどんな感じですか？最初の出会いはですね、彼がね、90年代だったかな、デビューして、
った時のたまたまステージが一緒だった野外だったんですけれども、はい、なんかオープンカーに乗って貴公子のように現れましたねすごい美しく現れました。でその後ももちろんあのいろんなところで出会いましたけれども、印象に残ってるのが一つ、その9/11、911 の、うん、あの事件があった時に、はい、ウェイブオブピースといって、みんなでその音楽を捧げる番があったんですね、うん、はい、その時にもうパティ・オースティンからとにかくありとあらゆるアーティストが一堂に集結してコンサートしたんですけども、その時の司会役がデイブ でデイブがその時にあのこういう時こそ稽古祭りの音楽だと言ってくださったというのもあって、私は日本からとんぼ返りしたんですけれども、その時にも出会って、そこにあの本当みんなその写真を見ると若いんですけど私も含めカークもいるし、もうみんなそこにいるんですよ、はい、そんな集まりもあったりとか、うん、その後半にな、もっと、そうですね、もうちょっとこっちに近づくと、うん、彼が、デイブ・コーズ&フレンズというクルーズを始めた、うん、はい、で、はい、クルーズ船長さんで、もう素晴らしい企画の、楽しい1週間、もう2000人のファンと2000人のファンと、うん、アーティストたちと、はい、で過ごすこの音楽の日々というのを彼がプロデュースして、そこで私も何回も呼んでいただいているんですけれども、さっきなんかワイフと言ってましたけど、ね、あ、クルーズワイフだ、ベストワイフだとかいうこと言ってましたね。I'm single too, so it's okay. But あのクルーズの中だけで、自分のパートナーのことをどれだけ知ってるかっていう、自分のパートナーのことを、はい、その、 あのゲームがあったんですよ。でその時に、アーティストのカップル、例えばジェラルド・オブライト奥さん、うん、あとリック・ブラウンと奥さんと、そういうリチャード・エリオットと奥さん、でそこでデイブ・コーズとケイコがカップルになってくれって言われて、よし船の上ならっていうことで、その企画ものとしてカップルをやってたんですけど、まさか日本に届いてしまうとはこの話が、いやいや本当に、まあ、あと日本語いっぱいね喋りますね。そうですね、でも本当にね、もうみんなから愛されるキャラクターだし、本当にあの細かくこう気配りのそうですね、あの、はい、ミスターパフォーマンスっていうね、本当になんかエンターテイナーっていう ね、 そ う、 ですね、そういう感じがします。ちなみに日本ではそのねジャズクルーズってあんまり、まあ、やっぱ浸透してない、もう僕も実際向こうのは行ったことがないんですけども、結構あれですか、ステージが船の中にいくつも、そうですね、あの一番先端のところに、5階建てぐらいの深さのある、はい、メインシアターがあって、はい、そこに1000人ずつ、あのお客様食事先のグループと赤組や青組みたいなのが出て入れ替えて、でそのメインステージをやるのと、あと他にもいくつか、あの小さい部屋とか、あとラウンジのようなところもあって、もう至る所で音楽が常に流れて、あのそうですね、皆さんがいつでも、カジノで遊べるし音楽は聴けるし、プールにも入ってジャクジーにも使ってっていうような、はい、うん、で船室を出るともうそこがパブリックなので、もうファンの方とはいつでも会えるし、あのいわゆるこうジャムセッションみたいなのもあるんですか？ありますね、あのオールスターナイトというのもありますし、 あと企画もので、ムービー、ムービー映画音楽の夜みたいなのがあって、そこでみんなこうセッションで入っていったりとか、あと女性だけのアーティスト討論会っていうのもあるし、男性だけの討論会男性だけのとか、そう、あとキーボードサミットって言ってキーボーディストが全部集まって、それでちょっとその場であの Q&A をしたり、あとは演奏したりとか、そういうのもあります。楽しそうですね、一回は行ってみたいですね。そうですね、ぜひ。今はさすがにお休みしてるんですよね、こんな状況なので。今年はそうですね、1月にあのマーカスのに乗った以来全部止まってます。マーカスのに、はい、そうですか、わかりました。それではですね、どんどんまた次のビデオに行ってみたいと思うんですけども、続いての方はですね、あ、今までのね、あのご紹介したミュージシャンは、まあデイブ・コズは比較的まだ若干若めの方ですけど、次にご紹介するこの女性はあのデイブ・コーズよりもさらに一回り以上若いんじゃないかなというね、素晴らしい個性派シンガーっていう感じでしょうかね、最新作のエコーでも歌ってらっしゃった女性ですね、それではですね、その女性からの素敵なメッセージをご覧ください。 Hi everyone, it's Gretchen Parlato. Greetings from Los Angeles, California. This is my home, my garden.
I wanted to send love and gratitude to you, Kiko. Thank you so much for having me sing with you and be a part of your album, Echo, and the song Spirit Dance. It was my pleasure to sing with you and get to know you and spend time with you. You're such a wonderful person, so it's an honor for me. So we're sending love to you. We're sending love to everybody in Japan. We love Japan. My husband, Mark, Juliana, our son, Marley, we all love spending time there, and we really hope to come back when it's safe, and hopefully that's sometime soon. So until then, please be well, and we send everybody love. Bye. グレッチェン・パラートさん。はい。ねえ、グレッチェンさんっていうと、こう歌声を聞いてるとすごくなんか、なんだろう、神秘的というか、すごく自分の世界を持ってる人っていう感じで、相手あのカリフォルニアのお日様のね下でなんか普通に喋ってると、あ、こういうすごいいいママなんですけど、旦那さんがあのドラマのマーク・ジュリアナさんで、彼らニューヨークにいたんですけども、今年かな、ちょうど LA に移ったばかりなんですよ。はい、で私がちょうど彼女と最初に出会ったのはそれこそクルーズの女性アーティスト討論会だったんですね。なるほど、なるほど。で それ以来あの何年も空いてたんですけども、今回そのエコーのために、あの曲をあの作ってた時に、このちょっとブラジル調の、あのメロディーが聞こえてきて、あ、これはうちの、あのバンドメンバーと演奏したいなと思いつつ、そこでグレッチェン の, あのパーカッシブなあの歌声を思い出したんですよ、あ、これはグレッチェンに入ってもらいたいと思って、それで彼女が OK っていうことになってから、中間部のメロディーはもうグレッチェンのために書いたという、それで、今回 LA で、まあ、メインのレコーディングをしたんですけども、彼女のオーバーダビングはニューヨークに飛んで、はい、そうですね、このね、だからレコーディングの時はまだニューヨークに住んでいらっしゃったけど、今はロサンゼルスの方に移ってるという、そうですね、あの彼女はグレッチェン・パーラートさんはハービー・ハンコックとかウェイン・ショーター、ね、そういったもうすごい人たちとやってる、そうなんです、なんだろう、新世代のジャズシンガーっていうような表現で間違いないんじゃないかなと思うんですけどね、マーカスともやってて、そうなんですよ、みんなあちらのねジャズ系の方たちともつながってるし、なんかあのちょっとこういうふうに言うと音楽評論家っぽくてあのダサいんですけれども、恵子さんの音楽の素晴らしいところっていうのは、なんかこういろいろなすごく表情を持っていて、なんだろう、ワールドミュージックというかグローバルミュージックな感じがするので、こういうのが入ってのがないよなっていうのがないんですよね。だから例えばね、アフリカの音楽も自然とすごく溶け込んでご自分のものになさってるし、だからグレッチェンが歌ってもなんかグレッチェンの世界なんだけど、結構まあツーイのなんかこうねワールドっていうのが、そこら辺がやっぱ素晴らしいですね。ありがとうございます、あとね、大半は結構男性アーティストとお仕事をなさるじゃないですか。そうかな、そうかな、そうです、ね、だから女性アーティストってと仕事するのっていうのはいかがですか。難しい質問、どこ何を答えたらいいんですか。いや、なんかやっぱりなんかこう、そのやっぱり女性の感性とかいろいろあるじゃないですか。そうですね、それこそデイブ・コーズのクリスマスツアーの時に、俺とアダムスと一緒になったことがあって、で素晴らしい、本当にソウルフルな歌だし、すごくいい方なんですよ、で、あのツアーの間に本当に二十何日間一緒に、あのツアーを重ねて本当に仲良くなって、それでまた一緒にできるといいねなんて話をしながら、彼女が、私もいろんなスターたちとツアーしたけど、そんなに仲良くならないものなのよってやっぱり結構女性同士は大変なこともあるんだなっていうのを彼女のセリフから聞きましたけど、織田さんって結構あの素顔はっていうか、普段は本当に普通の人じゃないですか。うん、そうですね、でパートナーのご主人が、ツアーマネージャーもドラマーも兼ねていて、すごく優しいカップルで、私のことをもうシスターシスターって言ってくれて、なるほど、そうですか、グレッチェン・パーラートもね、それからオリタ・アダムスもいろんな人ともねやってる、稽古もついさんでございますけど、続いての人は、逆に言えばもうなんか男の中の男っていう、なんかこう男の音楽ファンから見てもですね、なんかかっこいいよなこの人っていうね、なんかこう憧れてしまうような、まあベースといえば、まあ、先ほどね姉さんも出てきましたけど、まあベースって言ったらやっぱりこの人じゃないっていうような、もうベースって言った時に第一人者というかね、最初に名前が上がるこの方をどうぞ。
Hey, konnichiwa, konbanwa. It's Marcus Miller. I want to tell all of you music fans, make sure you go down to the Blue Note and check out Keiko Matsui. Her music is beautiful. She's one of my favorite people. Just what you need in these crazy times. Enjoy her music, Keiko Matsui. And I'll see you soon. マーカス、ありがとう。マーカスミラーかっこいいですね。本当に帽子がトレードマークは本当に変わらないですね。マーカスとはいつぐらいからのお知り合いですか。マーカスとは考えてみたら、やっぱりクルーズが始まりかもしれないですね。そうですか。それでオールスターのセッションの番があると、マーカスがもう指揮官で、うん、もう名前を呼んでそこでソロをみんなでね、うん、あのワン8小節ずつ、あの交換したりとか、まあ、そんな感じだったんですけれども、はい、そうですね、前のアルバム、なんだろうあれは、ソウルクエスト、はいはいはい、すみません、ソウルクエストのアルバムの時に届いてきた曲で、うん、奈良田がプロデューサーとして入ってくれるということで、はいはい、それで生まれてきた曲がアンタークティカというのがあるんですけれども、はい、その時にあドラム奈良田、うん、ベースがマーカス・ミラー、そしてアーサックス・カークウェイラムって思いついちゃったんですね。思いついちゃった。それで、コンタクトしてみたら、シュアーっていうことでーマーカスさんが初めて私のアルバムに来てくださって以来、さらにいろんな機会があって、でもケイコのメロディーがたまにもうはくっついちゃって、でもこれはいいことだよね、うん、コングラチュレーションって言ってくださったりしたんですけども、でその後、エコーでもまた、うん、参加していただいて、はい、で今年の1月のクルーズでは、エコーとアンタークティカ2曲合わせて、私のショーの間にも入っていただいたり、それから今度マーカスが私を、彼のセットの中で、はい、ベートーベンの月光、あの曲 の、の時に私稽古入ってくれるかって、もちろん喜んでって言って入ったというね、そんな感じで。でもあとはワシントン DC の大きなフェスティバルで、はい、紹介してくださる役でマーカスだったりとか、いろんなところでお会いしてますけど、マーカスの男性的な魅力はいかがでしょうかね。男性的いや本当にあの、男性的、うん、もうあの男性からも女性からも、はい、まあかっこいいと思われている方ですし、本当にあの優しいですね。あ、めちゃくちゃ優しい、ね、ジェントルマンな感じですね。それであのこうソロとかでも、うん、撮ってない人がいると、うん、そこにもちゃんと時間をかけて、はい、まんべんなくみんなにこう、演奏できるような時間を取ってくれたり。その時マーカスはピアノは弾きませんでした。ピアノはあこの間テレビあの、マーカス・ミラー&フレンズっていう番組に呼んでくださったんですね、はい、サタデーナイト、彼があのオンラインで始めた、うん、でその時も、あの時は誰だっけな、カークがやってる時かな、ジョナサンかな、はい、ジョナサンバトルの時にあのピアノに座ってちょっとあの弾き始めたりとか、ね、やってます。なんかねいいピアノ弾くんですよね。そうですね、2年前にブルーノート東京さんをね、主催になるのかな、日本でもねジャズクルーズあったんですよ、2泊3日で。あ、それのメインがマーカスだったんですけど、このジャムセッションの時にですね、マーカスがねベースあんまり弾かないでね、ピアノ LP だったかな弾いてね、もうかわいい、あだからこう作曲とかでもねちゃんとすごいものができるんだな、うん、ベースだけじゃない広がりを持ってるんだななんてね、感動した次第でございます。それから先ほどの奈良田マイケル・ウォルデンとマーカス・ミラーっていうね、はい、あのその2人が初めて共演したんですって。そうなんですよ、私もね、長年の知り合いかと思ったら、ね、なんかそういうふうに思っちゃいました。アルバムに残るのは初めてだって聞かれて、ね、すごい橋渡しですよね。いや楽しいですね、そういうハプニングが起きるのね、本当に、まあ、羨ましい限りですね。そういう現場にねなんかもういてみたいですね私もね。このマネージャーがなんかにしてくださいカバン持ちやりますんでね、あっちこっちくっついていっちゃおうかなという感じで、そういった感じでですね、6人の、ジャズ系を中心とした、ね、ミュージシャンの方々のビデオメッセージをご紹介したんですけども、ね、続いてもう一方、今度はですね日本の方なんですけれども、ミュージシャンとはちょっと違うんですけれども、違いますね、当時、はい、あのワシントン DC に住んでらした方、ワシントン DC に、はい、恵子さんは音楽以外でというか音楽を通じてって言った方が正しいのかもしれません、うん、チャリティーのことでもねいろいろと積極的になさっているということなんですけど、次に、メッセージご紹介させていただく方、五郎さん、五郎さん、五郎さんは、はい、とはそういったあのチャリティーで、
ご一緒なさったことを。そうですね、私のコンサートにある時来てくださって、はい、その恵子さんの音楽の中には子どもたち、あの貧しい国で、いろいろ苦労している子どもたちに届けると、うん、あの光というかそのエネルギーをもらえるから、うん、ぜひあのチャリティーコンサートをしてくださいっていうふうにお話しいただいて、ね、それで1箇所目として、行ったのがペルーでした。ペルーでのコンサートでした。それではその五郎さんからのメッセージをご覧ください。恵子さん、お久しぶりです。お元気ですか？恵子さんとの思い出の中で一番というとですね、やはりはるばる南米のペルーまでですねチャリティーコンサートでいらして子供たちの前で演奏したあの時なんですよね。恵子さんの音楽って本当にみんなをですね、勇気づける、元気づける素晴らしい音楽なんですけれども、それが直接ですね子供たちの心に響いたというあの日がですね、私にとっては未だに昨日のように覚えてます。最初は遠巻きに見てた子供たちがですねステージが始まるとわーっと押し寄せてですね一緒になってキーボードを叩いたり、または恵子さんの音楽にずっと耳を傾けてですね、でも目は本当にキラキラ光ってたんですよね。まあ、彼らも今本当に勇気づけられてですね、元気にやってると思います。まあ、恵子さん、このようなですね、素敵な活動をぜひ今後も続けていっていただきたいと思います。またいつかどっかで会いましょう。それではお元気で。はい、ありがとうございます。五郎さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ペルーでのチャリティーで、はいはい、一緒になってというかね、結構そういったチャリティーをいろいろとやってらっしゃるということ、まだご存じない方もね結構いらっしゃるかと思うので、もしよろしかったらちょっとこんなことやってきたと、はい、やはり私自身健康で音楽を届けに旅ができているということで、どこかで恩返しをしたいなといつも思っていて、でもやっぱり音楽を捧げたいと思ってたんですね。はい、そういう中でやっぱり舞台に立っているものとしてはアメリカにでは結構チャリティーコンサートのお話はあって、その中で今まで、させていただいたのが乳がん撲滅運動のキャンペーンのツアーであったり、あとアフリカ飢餓救済のためのキャンペーン、ね、それからあとは私たち日本人もそうですけど、マイノリティ、少数民族なので、でマイノリティの、骨髄ドナーが少ないというふうに、お話しいただいて、それで私が呼びかけることで、一人の命でも救えるんじゃないかというふうに言われて、でそのためのキャンペーンと記者会見とかそういうツアーもしたんですけれども、そういった中でやっぱりそのドナーの方と生かされた命の方との出会いがあったりとか、なかなかそのすごく感動的な場面にも、それは感動的ですよね、本当に。あとやっぱり子どもたちのね、そうやって音楽を一緒にやることとか届けることで、本当に五郎さんがおっしゃってたように、はい、こうなんか元気が出てきたりとか、あと一緒にペルーの場合は、コンドルは飛んでいくを一緒に合奏したんで、ジャズオーケストラと一緒に、共演したりとか、でも、まあ、そういう活動もどんどんこれから増やしていきたいなと思って、来年は 南米の方にまた行こうかななんて思って。日本だとね、なんかそういうのがあるのかな、ないのか、あんまりちょっとね分かんないんですけど、海外ってなんか本当にそういうのにね、積極的な感じが、イメージがありますね。そうでしょうかね。本当どんどん続けていただきたいですし、はい、やっぱりそのなんだろう、恵子さんの音楽がなんかこうやっぱりエネルギーがあるでしょうね、人々を幸せにする。いやー、なんかね、私も、皆さんからのメールであったり、昔だったら、ファンレターというか手紙が届いて、ある時は湾岸戦争に出ていた兵士さんが船の戦艦の上の売店でカセットテープ、なんか年バレちゃいそう、カセットテープを見つけて、それでこれから家族に会えるか生きて帰れるか分かんないという絶望の中で、その音楽を聴いてすごく生きる勇気をもらったっていう方がいたり、あとはある時お米がレコード会社に届いアメリカのレコード会社に届いていて、とかブドウが届いていて、ずっと腐っちゃうぞみたいに言われて、なんだろうと思ったら、有機栽培をされてる方が、私の音楽を聴かせると、いい効果があるということで、作っていた作物を届けて、なんかね、クラシック音楽を聴いて育ったなんとかってね、そういうのはあるわけで、何にも私は考えてないんですけども、やっぱりそういう形で、
あとあのメキシコの蝶の博物館に行ったファンの方が、はい、アメリカのファンの方が、ええ、あのかかって稽古祭りの音楽がかかってるから、うん、どうしてだって聞いたら、うん、あの蝶のコンディションが良くなるというで、まあ、ありがたやって感じで行かされていたり、あとはあれですね、東ヨーロッパの方も、はい、今日もあのジョージアとかアゼルバイジャン、ロシア、ウクライナの方も見てくださってる、はい、日本語で言ってもあれなんですけど、あの聞いてくださってる方がいっぱいいて、その中でロシアのフィギュアスケーターの方たちが、うん、あの私の音楽を随分使ってくださって、中でも、私がイメージできますよね。そうですか、うん、中でもあのイリーナ・スルツカヤさんが金メダル、うん、日本で撮った時に私そこあの彼女にお会いできたんですけども、うん、まあ、そういう形で私の音楽が生かされていたり、うん、だから私の知らないところでこういろんな方の人生で音楽が生かされてるんだなと思うと、うん、本当に光栄だし、うん、すごくやっぱり自分にとって、うん、まあ、この長いね年月の中でやっぱりこの私にとってはこう届いてきたものを届けて、そしてその会場でみんながこうハッピーになるというか、はい、平和な空気が生まれてくるのを増やすことが今世のミッションだななんていうふうに気づかされるところまで来たのは皆さんのおかげです。すごいですよね。でも本当に、まあ、今年はともかくとしていつも1年に何日ぐらいツアーをして何カ国ぐらい回ってらっしゃるんですか。国の数は、うん、そんなに数えてないんですけれども、うん、でも間にレコーディングのために2ヶ月3ヶ月取ったとしても、うんうん、あとはいつも毎週末荷物を変えては出かけるっていう形だったので、はい、あれですよね、本当に雪国行ったりも夏物冬物行ったり来たりで、大変ですよね。で今回おかしかったのがその、マーカスのテレビでね、はい、久しぶりに、うん、カークウェイラムとジョナサンバトラーとピーターホワイトと会ったんですけど、うん、みんな支度するのが大変だったと、うん、っていうのがいつもトランクを、うん、の中にはこのまますぐ詰めて出かけすぐに出かけられるようにいつも残してたのが、うん、これだけアウトオブジョブだコンサートできないと全部、私もそうなんですけどスーツケースがリビングになかったんですよ、うん、そしたらゼロから詰めるのが大変だったとそのぐらい今年はちょっと変わった年でしたね。はい、といったところでね、6人のミュージシャン、そして五郎さんからのね、はい、メッセージをいただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございます。Thank you so much。そして、それでは改めてですね、まあ、今日の6人、7人含めて、はい、なんか恵子さんにですね、いろいろ、なんかこう、皆さんへのメッセージというか、あとは、あとはこんなミュージシャンとも共演したなとか、いろいろなお話をちょっとして、このコーナーを。はい、締めたいなと思います。そうですね、なんかいろんな素晴らしい思い出がいっぱいありすぎて、でも考えてみると、はい、そのネイさんと出会った学生時代、うん、それから私がアメリカで稽古祭りとして始まった時に、うん、その当初はそんなにツアーとしてまとめてできなかったわけですよね。それそういう時に今でも覚えてるジョージ・ベンソンの、はい、オープニングアクト、まあ、前座なんですけれども、そしてある時はマイルス・デイビスのスペシャルゲストスペシャルゲストって響きよくないです。すごいですよね。でポスターに書いてあったんですよ。それはね、もうずっと撮ってありましたけど、まあ、そういう形で、オープニングアクトを務めさせていただいて、うん、アルジャローもそうですし、まあ、その頃お会いして、でそういう中でだん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 、オープニングアクトなのにスタンディングオベーション受けすぎだみたいな話も始まって、それでなんか自分の名前のコンサートがどんどん増えていって、それが世界にも増えていって、南アフリカも今日聞いてくださってる方いるんですけど、なんか本当にそういう中でね、こうして今回ねビデオくださった皆さんとも出会えて、そしてそれがその出会いだけじゃなくて、また何度も何度も一緒に、音を作る場面で一緒にできるっていうのが本当に幸せだなって思います。いやいや、もう尊敬ですよ本当に。いやいや、もう Thank you so much for your messages and thank youAll the fans, thank you so much for your support for long time. Yeah. ありがとうございます。といった感じで、それではじゃあね、ビデオメッセージ、その他のコーナーはここで一旦締めさせていただきまして、続いてのQ&A のコーナーにですね、移らせていただいて、大丈夫でしょうか。いろいろいただいてますよ。ありがとうございます。それでは早速ですね、はい、Q&A のコーナー、進めさせていただきたいと思うんですけど、YouTube のね、チャットに皆さんが書き込んでくださったものがこちらに届いておりまして、そのまんまそれをこれから、恵子さんにですね、質問をしてみたいと思います。それでは、ちょっといいですか。はい、you can send message, question to the YouTube page. Then
we will know. So please send me. Thank you. Okay. Thank you. すいません。Okay, thank you. それでは、はい、第1問いってみたいと思うんですけど、はい、けいこさん、こんばんは。12月のコンサートのセットリストを決めるにあたって何かテーマなどはありますか？今回ですね。今回のセットリストにあたって、何かテーマもあるのでしょうかと。はい。今回ですね、私にとっては初めて、日本あのコロナ禍ということもあり、うん、私のファミリーオンザロードのバンドメンバーを連れてこれないので、はい、日本の素晴らしいメンバーと、コンサートをさせていただくんですけれども、うん、それならば、それならば、それならばセットリストも特別なものにしたいと思いまして、はい、もちろんエコーからもフューチャーするんですけれども、はい、80年代から聴き始めてくださった方も、うん、気づかれるかな、そう、あのいろんな過去のアルバムからも、うん、私にとってはフォーマーライフと言ってますけど、うん、あの一つ前の時代の作品からも選びつつ、それを新たな形で新たなメンバーとお届けしたいというところで、はい、このバランスを考えて組んでおります。はい、はい、そんな感じでよろしいでしょうかね。それではじゃあ次の質問いってみたいと思います、はい、早速アースウィンドアンドファイアフィリップベイリーでですねガチンと来てますよ、はい、アースウィンドアンドファイアの曲かアルバムで好きなものがあれば教えてください。私はアルバムパワーライトですということでございますね。なるほど。私ねアルバム全体というよりはやっぱり曲で、はい、あのさっきも言いましたけど、うん、ファンタジーが好きですね。あとはなんだろう、ちょっと違いますけど、はい、あのフィリップとフィル・コリンズのイージーラバーも大好きでした。なるほどね、そうですか、はい、はい、そんな感じでよろしいでしょうか。パワーライトもねなかなかいいアルバムで、僕ミラクルズっていう曲が確か最後に入ってたと思います、うん、あれがねアースの中で 1,2 番目に好きな、そんな曲なんですけども、うん、さて、今度はですねガラリと変わります、はい、ケイコさんはロシアや旧ソ連系の国で人気と聞いたことがありますと、はい、人気に火がついたきっかけは何だったのでしょうか。それらの国でのエピソードがございましたら教えてください。はい、人気に火がついた。はい。2002年ぐらいからでしょうかね。あのでもまああるプロモーターさんがその私の音楽でをこう信じてくれて、はい、もう初めから劇場のコンサートを始めたんですけども、うん、徐々に帰るたびに増えて。待ってくれてる人が増えてきたと、はい、でそういう中であるあのラップメインのバンドがですね、はい、私の曲にラップを乗っけてサクスフォンを乗っけて、うん、カバーで出したのが、うん、あるロシアの、メロドラマっていうか恋愛ドラマのテーマになって、はい、それであの一帯ですごい大ヒットした、そんなことがあったんですか。で私はもちろんその、何も聞いてないうちにそうなっててなんか それで、皆さんが知ってる曲になったっていうのが Tears of the Ocean っていう曲だったんですけれども、それでもうコンサートに戻ったらもうあの着メロになっているしアゼルバイジャンに初めて行った時も空港に着いたらベントレーが待ってて、あ車のベントレーが待っていて、はい、それでなんかすごい王室のゲストルームのようなところにゲストハウスのようなところに招待されたんですけど、その時に言われたのが、はい、あの曲を弾いてほしいって言われて、全然用意してないんだけどって、いや弾いてほしいって言われたんですね、で、じゃあアンコールの曲のイントロに私がちょっと弾くかなっていう、うん、その時に最初のダンダンって2音なんですけど、はい、弾いたらうわーってなって2音でたった2音で、すごい音楽のパワーですね。で私は思わず頭をピアノにぶつけたっていうぐらいびっくりしたそしたらそのアゼルバイジャンだけじゃなくてロシアもウクライナもジョージアも、はい、もうあの辺一体皆さんが知ってる曲になっていたんですね、まあ、そんなエピソードもあります。すごいです本当にねよろしいでしょうか今な感じでね、さて、続いての質問なんですけど、今までやったことがなく新しくチャレンジしてみたいことは何でしょうか。やったことがなく、うん、新しくチャレンジしてみたいことはありますかですね。そうですね、オーケストラのコンサートをやったことあるからダメかあのヨーロッパやアメリカではやってるんですけども、日本にもお届けしたいなっていうのと、はい、
やったことがないこと、あの私あのこう自分の曲を作っていくことの面白みを覚えたのが高校生の時に、はい、映画音楽を書かせていただく機会があったんですね、ええ、その時に映像と音楽っていうのが 1+1 ではないと、うん、で、はい、その面白さを覚えたので、ええ、まあ、あのそうですね、あ、映画も書いたことありますけれども、うん、でもそうですね、映画音楽もやりたいし、その一つのイベントとして、うん、映像と音っていうのもなんか作ってみたいなとは思います。恵子松井ボーカルアルバムっていうのはないんですか？いや、昔ですね、昔々、一曲できた時にこれを自分で歌いたいなと思ってあったんですよ、はい、そしたらもうあのエスタブリッシュアーティストなんだから、あのもうちょっと練習してから録音したらって言われて、それがまだ3枚目ぐらい、何枚目かな、4枚目ぐらいだったのかな。そしてその後結局自分のツアーが忙しくなって、やってません、まだ。でもあのグレッチェンのパートちょっとあの曲では歌ったりしてますけどね、でもほとんど聞こえないぐらいでいいってエンジニアさんに言ってるので皆さんにも聞こえないかもしれない。なるほどね、はい、それでは時間の関係でもう一問、はい、最後の質問になってしまいますけれども、はい、アルバムエコーを作られた時にミュージシャン同士が響き合ったと伺った記憶があります、はい、ミュージシャン同士が響き合ったエコーですね、どんな感じだったのでしょうか。そうですね、もうあのレコーディングの時に1曲目撮り始めた時からもう鳥肌というか、やはりあのそのみんなが耳を澄ませてその聞き合いながら、みんな達人なわけですよ、達人だけどそこにちゃんと空間を間を残してくれていて、そこでこう会話になってる、そしてそれがあのスキルだけじゃなくてやっぱりハートソウルも感じられて、はい、っていうようなことで、そのみんなの心がこう響き合ってる感が音にパッと現れているというのがね、本当に感動的で。エコーというアルバムタイトルはそのレコーディングの前に決めてたんですか？もういえ、そうじゃなくて、あのそうじゃなくて、全部撮って、一番最後にそのマーカスミラーがあのスケジュール忙しかったので、彼映画音楽をやっていて、で、オーバーダブしてくれたんですけれども、彼が彼のパートをエコー、この曲に乗っけてくれて、届いて聴いた時に、うわっと思って、あのこの曲はアルバムタイトルにしたいと思ったんですよ。あ、なるほど。それで、そこからエコーという言葉に結びついた。そしてミュージシャン同士も実際に響き合っていたと。そうですね、なんかいい話ですね、本当にね、はい、はい、といったところですね、まだまだもちろん他にもねたくさん質問いただいてるんですけども、ちょっとお時間のようでございますので、 Q&A コーナーこれにて終了させていただきます。ありがとうございました。 Thank you for your question. ありがとうございました。英語の質問もね欲しかったですね。さて、それではね、最後に来月に行われます稽古祭りグループのねブルーノート東京での公演、12月4日金曜日、12月5日土曜日、そして12月5日金曜日のセカンドセットは、ライブストリーミングでも、ね、はい、見れるということで、恵子さんの演奏を自宅とかでもね見れてしまうという、楽しみ、お酒飲みながらね自分の家でね、ですね、私も見たいのということで、チケットの購入方法は、YouTube のね説明欄、それから、まあ、ブルーノート東京の、ね、オフィシャルサイトを、ね、ご覧いただければと思います。そして、恵子さん、まあ、先ほどちょっとね今回は日本のミュージシャンを使って、はい、ということなんですけども、初めての人たちばっかりですか？そうです、そうです。なんでまたそんな大胆な、はい、大胆ですよね、はい、いや、あのやっぱり日本で、チームを組まなければと思った時に、ある方を通じて、ドラマーの冬さん、はい、冬君、はいはい、の、YouTube の番組があって、はい、菅しかおさん、菅しかおさん、はい、すいません、あの、存じ上げてなかったんですが、はい、その、リアレンジした曲がありますというのを拝見して、うん、あ、日本にも素晴らしいアーティストさん、ミュージシャン、うん、そしてあの、ね、いろんな
アーティストさんのサポートもされてるんだなっていうことを知りまして、じゃあ、フューさん中心に新たなチームができたらと思ったところから、今回のメンバーが決まった次第です。ドラムから決める、たまたま、それともいつも実はドラムをまず決めるとか。結構ドラムとベースはすごいこだわりますね。なんかベーシスト好きでしょって言われたんですけど、考えてみると、ネイサンとか、ジミー・ジョンソンとか、ねえ、こう、ベーシスト好きかもなんて誰かに言われて気づいたんですけど、結構やっぱりリズムセクションはすごい格として、考えます、そして過去の曲とかもいろいろ普段とはちょっと違うセットリストになるという感じですね。なんでしょう、まあちょっと質問ダブっちゃうかもしれませんけど、ズバリ見どころはどこでしょうって言われたらどこでしょうね。見どころ、はい、全部本当にね、素晴らしい、バンドの皆さん集まってくださってるし、その同じメロディーでもまたちょっと違う形で届くと思うし、なんかやっぱりこれだけみんなステイホームだったじゃないですか、だからなんかもう炸裂したいですよね。炸裂したい、炸裂したい、変な日本語いやいやそんなことないですよ全然。そうなんですよね、恵子さんってね、こういう感じのキャラクターですけれど、やっぱピアノ弾いてる時って結構ね、男っぽい部分もすごくあるんですよね。そう、女らしくないんですよ私。いや、そういうふうに言ってるわけじゃないんですけどもなんかやっぱりこう力強いしね、すごくいいですよね、ありがとうございます、もうみんなでパワーをね、パワー、ね、ハート&ソウル込めてお届けしたいなと思います。いいですね。You can watch from overseas too, so please catch us on streaming live December 5th, second set. Ah, 5th, second set. ね、はい、楽しみですね。楽しみです。本当に楽しみ。世界のね、皆さんに本当にね。そうですね。この素晴らしいブルーノート東京を見ていただきたいですね。そうですね。本当。まあ本当こんな、これだけね、ステイホームだった後に、こうして皆さんの前に、この同じ空間で、このブルーノートに帰ってくることもできて、本当嬉しいし、やっぱりこの、空気を分かち合いたいという。僕も見に行きたいんですけどいいですかぜひぜひいらしてください、12月4日に、お待ちしております。行きたいと思いますので、ぜひぜひいらしてください。はい、といったところで結構いいお時間になってきました。あっという間に1時間早かったです ね本当だ本当だ、トークだけですよ、ほとんど演奏なしでそうです ね本当に生演奏はその12月に撮っとくということで、今日はそうですね、お見せできませんけれど、できませんけれども、本当に、はい、ということでね、本当に今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました、ね、Q&A を送ってくださった方々、そしてね、こちらの YouTube をねご覧いただいている皆様、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました、Thank you so much for joining us、はい、ということでね、じゃあありがとう、本当にありがとうございました。 Thank you, see you soon, thank you、 イエーイ、ありがとうございました。Thank you.
Thank you.